オー大背び船セベリ船オーセベリの細部正面から、オーセベリ船は、ノルウェーベストフォル・ケントンスベルグ近郊のオーセベリ農場にある大きな紛糾墓から発見されたバイキング船である。現在、同時に発掘された多くの副葬品とともに、オスロ市ビグドイ地区にあるバイキング船博物館に展示されている。オーセベリ紛糾墓には、 数多くの服装品と二人の女性の遺骨が埋まっていた。船が埋められたのは834年以降であるが、船の一部が800年以降のものであるため、船自体はもっと古いものであると考えられている。オーセベリ船は1904年から1905年にかけて、ノルウェー人考古学者、ホーコン・シェテリークとスウェーデン人考古学者、 ガブリエル・グスタフソンによって発掘された。この船は広く称賛され、バイキング時代を生き延びた最高の掘り出し物の一つと言われている。大セべり船は鎧張りで作られたカルビ型で、ほぼすべてがオーク材でできている。全長は約21.58メートル幅5.10メートル。マストは旧内市10メートル前後である。約90平方メートルの穂が張られており、 最速10ノットで航行可能だった。また15体のオール穴があり30人で焦げた。他の付属物には幅広いカジ取りオール、鉄の怒り渡り板、赤組などが含まれている。船の船首と船尾は、大背り様式として知られる特徴的な、握り獣様式の複雑な木彫りで念入りな装飾が施されている。航海に適しているとはいえ、大背り船は、 比較的脆弱であり、沿岸の後悔にしか用いられなかったと考えられている。墓からは二人の女性の遺骨が発見された。数とは、推定年齢80歳で、ひどい関節炎及びその他複数の病気にかかっており、もう一人は50歳であった。生前どちらがより重要な人物であり、二人の女性の、いずれがもう一人の死に伴い犠牲として、捧げられたのかは、 はっきりしていない。14頭の馬と1頭のお牛、3匹の犬の骨も見つかった。贅沢な葬儀や副葬品は、被装者が大変高い地位にあったことを示している。一人の女性は、贅沢品である菱形模様の綾織の良質な赤いウールのドレスと、上質白山の舎でできたベールを身につけていたが、 もう一人はより質素な青いウールのドレスに、ウールのベールを着用しており、両者の間に、社会的な階層の差が見られる。どちらの女性も、すべて絹でできた服は着ていなかったが、赤いドレスの下に着用されたチューニックに、絹の小片がアップリケされていた。墓の材木を年輪年代学的に分析した、データによれば、埋葬されたのは834年の秋である。 皇位の女性は、ハルフダン国王の母で、ハーラル一世の祖母である、ユングリング家の女王王佐の墓であるとも言われている。最近の検査では、女王王佐がいた、ノルウェーの小国アグデルに住んでいたことが示されている。北欧神話の巫女で預言者、シャーマンと言われるボルバだったとする学者もいる。オスロ大学のペールホルクによれば、若い女性は、 ミトコンドリアのハプログループ U7 であることが判明し、彼女の祖先はイランまたは国会付近からノルウェーに来たことになるが真相は明らかになっていない。この発見は新しく見つかった埋蔵物に対する新たな指揮権を与えている。まだ多くの謎が残されているものの、遺骨の調査により生前の二人について明らかになっている。 若い女性は鎖骨を骨折しており、これが当初彼女が人身ごだったであろうという証拠にされたが、より詳しく調べたところこの骨はしばらく回復していたことが分かった。また、彼女の歯には旧世紀では希少で贅沢品だった金属の用事が使われた痕跡が発見された。年配の女性は癌を患っていた模様で、これが死因であった可能性もある。 また彼女は、あごひげが生えることを含めた男性的な特徴を、呈するホルモン障害、モルガーに症候群にもかかっていた。どちらの女性もバイキングのほとんどが魚を食べていた。当時、より贅沢な肉を中心とした食事をとっていた。しかし、二人に、血縁関係があるかどうかを証明するのに、十分な DNA がなかった。ブッダバケツ墓は、 古い時代に荒らされており、貴金属はなかった。それでも1904年から1905年にかけての発掘で、たくさんの日常品や遺物が発見された。これらの中に精巧な装飾が施された四台のソり、美しく彫刻された木製の四輪車、ベッドの柱や木製の収納箱などがあった。農作業や家庭用のものなど、よりありふれた。 道具類も見つかった。発見された織物には、ウールの衣類や白来品の絹、幅の狭いタペストリーも含まれていた。大セベり墳墓は、バイキング時代の織物の数少ない情報源であり、木の四輪車もこれまでに発見されたバイキング時代のものの中では、唯一完全なものである。また、クジも人は見つかったが、これは、厚い気候の地方が原産であり、 ノルウェーはもちろん原産ではないため、大変驚くべきことである。また、バルクヌトというシンボルが使われた数少ない例でもある。また、大喋り線に関する大きな謎として多くの人々を魅了するのが、ブッダバケツと呼ばれている手桶である。持ち手と桶の接続部分に、仏だと思われる彫像が取り付けられている。ありがとうございます。